いや、M4 ね、使いやすいっちゃ使いやすいけど、どうかな？ MDR とか CZ805 と比べて、まあ、やや劣るような気もしないでもないけど、もうちょっと使ってみようかな。なんかね、このゲームの反動強い銃ってあまり得意じゃなくて、まあ、AK とか特にそうなんだけど、なんかね、画面がやっぱね、反動で跳ねるからね、見えなくなるんだよね。あれがちょっと嫌だね。他のゲームの AK とかって、まあ、画面とかそんなに跳ねないんでね。特に見づらくなったりしないんだけど、このゲーム全体的に跳ねるんだよね。もうね、反動あまり強い銃は好きじゃないですね。視界が悪い。さあ、なんか、敵があまり出てこないせいで、暇ですね。さあ、M4 でどこまで無双できるかって思ったけど、敵が出てこないんで無双ができない。青い、青いぞ。お、今なんか武器、私の M4、取られましたね。そんなな、強いってほどの銃ではないと思うけど。さあ、おっと、クソエイムして。まあ、一発は溜まってたか、今。あ、奥に溜まってるね。はい、一人やる。さあ、ここから、ヘッドして、もう一人、さらに、もうヘッド出して。あ、やられたか。サボールにやられた。もうちょっとな、攻めてきてほしいんだが、結構一方的な試合になりそうな気がする。そうでもないな。詰めてるっちゃ詰めてるけど、あんまりスコアに差がない。さて、おー、やられた。AK-12GL。はい、頭抜いて。おっと？どこだ？あ、上か。見られてたね。はい、上の敵、頭打って。おっと？どこだ、どこだ？頭出して。ははは、めっちゃ攻めてる。さあ、ちょっと戻って、あ、かすった。あー、青い、青い。くそ、青い時にな、こうやって撃たれるんだよな。どうしよう、突っ込むか。もう死んでもいいや、そこそこ。骨。この角待ちで出てきた敵を。おーおーおお。全然倒せないんだけど。とどめさせないな。全部アシストになってるし。で、MP7 に遠距離からやられてしまう。いやー、これちょっと暇だな。もうちょっと。これ、ボツかなー、これは。あ、いっぱいいる。超いる。危ね。さすがに3人に射線通されたら、火力で負けてしまうわ。いやー、フルオート時のね、性能がちょっと気になるかな、この銃は。なんだ、3発、4発目までの精度はいいし、威力もなかなか高いんでね。強いっちゃ強いんだけどね。自分のプレイスタイルに合うかってやったら、やや合わない気がしてきたかな。まあ、細かいんだけどね。さあ、足音聞こえて。すぐ横に、あら、いない。味方の足音かな。さあ、頭狙って。おっと、危ない。スナイパーか、あれは。さあ、出てくるよ。身を潜めて。いや、こうなってんだよな。おっと、奥のやつ。完全にこもってるでしょ、これも。はい、横から。出てきたやつ、もう一人へ。あ、弾が。さあ、50対97で、だいぶ一方的な試合にはなってきたけど、ヘッドショットの練習でもしてようかね、この銃で。フロート、あー、ダメか。
もう相手出てくる気ないよな、これ。スナイパーがもしかして多いのか？はいはいはい、頭打って、もう一人。ひどい、これは。さあ、右向いて。このカードから？そこかい。あ、やべ。バレるか。バレてない。バレてないけど、爆弾が来た。さあ、もう一度相手の拠点側に侵入して、反対側から回る。いた、いた、いた、いた。取ってるね。はい、頭狙っていく。もう一人。さあ、弾数8で。青い。くっそ、青いな。はい、リロード。挟んで。飛び出して。おっと、バレたかな？バレたっぽいかな？横から。あ、3人。やばい。これはやばい。ちょっとふざけすぎたか。まあいい。たまには横入っていこうかね。いないかな？もしかして。いた！はい、一人やって。おそらくまたこっちに歩ってくると思うから、待機しておく。はい、聞こえた。一人。もう一人。やってく。で、次あたりにもやられるんだよな。で、警戒してるでしょ？もちろん警戒してる。で、一人、二人と、あははは。こっち不毛なんだよな。こっち行っちゃったら。で、おっと、横から攻めていた。さあ、奥に一人、ヘッドショットして。まあ、ヘッドショットこれ、2発じゃなくて3発とかな。ジャンプしてる。さあ、ここで頭どんどん抜いていくよ。ガンガン抜きたいが、多すぎる。あ、ってことで終わっちゃいましたけどね。まあ、M4 ね、いいんじゃないですかね。別に弱くはない。なんか、M4 とか、MDR とか、CZ805 とか、まあ、AK とかね、その中からね、使いやすいの選べばいいのかなって思います。てな感じで、M4 はこんなとこかな、とりあえず。以上です。